皆さんこんにちは、スプリングです。今回は2017年3月29日の撮影の様子をお伝えしようと思います。この時訪れたのは、鳥取県西部にある若狭鉄道という路線になります。こちらは JR ではなく第三セクターの路線でして、現在では水戸岡英二さんが、デザインをした昭和号、八頭号、若狭号がね、観光列車として走っている路線になります。それ以外にもこの若狭鉄道には、素晴らしい車両がいます。こちらですね、 C12167 です。こちらの SL は、実はもうね、石炭では動かないんですね。これは何で動くのかということですが、実は水蒸気で、動くということになります。かつて今から5年ほど前に社会実験としてこの SL を走らせたということがありまして、はい、その時にはね、多くの観光客だったり撮り鉄が、押し寄せたということがありました。ここ若狭駅では、駅の入場券を買いますとこのように SL の近くまで、寄ることができるんですね。いやー、こう見ると動輪もやっぱりかっこいいですね。迫力がありますよ。そして駅の裏には、このように給水塔があります。使ってはないんですけどね、SL の姿とよく似合ってるんじゃないかなと思います。この時ね、行ったのはまあ春の少し前ぐらいだったんですけどね、はい、ちょっと温かみのある写真になりました。SL の撮影を終え、外に出ますと、このような遊具がありました。こちらにも SL がいますね。駅にある様々なものが被写体になります。ベンチの向こうにはシャベルがあり、雪が降るんだなということがわかります。そして、待合室にはね、このような手作りの、座布団が置いてありました。若狭鉄道って書いてあって、とても温かみを感じますね。川の水の流れをダイナミックに入れてみました。奥には鉄橋を渡る列車を入れてみました。駅に停車する列車、そしてそこを乗り込む地域の方ですかね、一緒に撮影することができました。こちらも温かみを感じる写真になったんじゃないかなと思います。そしてさらに隣の駅、阿部駅へ移動しました。ここの阿部駅はね、とあるものがあるんですね。駅自体もこのようになんとなく昭和の香りがね、するような感じになっています。木造の待合室があるこの阿部駅ですけども、実はこの待合室の中にはね、このようなものが、いますね。人形が待合室で列車を待っています。ガラス越しに撮るとなんとなくいい雰囲気になってくれましたよ。なんとなく寅さんの世界という勝手なイメージですけどね。地元の方の有志で、このように補修をされているようでしたよ。にしてもなぜ北陸鉄道の電気機関車なんでしょうね。田舎のローカル路線という感じで本当にいい雰囲気です。背後には兵庫県の最高峰、氷ノ山が雪をかぶって姿を見せています。
農家のおじいちゃんおばあちゃんがちょうど休憩をされていました。許可を得て撮影をさせていただきましたよ。本日のベストショットでしょうね。最後は緩い写真ではなく、かっこいいスーパーハクトの写真で締めることにいたしました。反対方向もやってきましたのでね、撮影をしてみましたよ。今回は若狭鉄道と智頭急行の様子をお伝えしました。ご視聴ありがとうございました。